みなさんこんにちは、ハピバインチャンネルです。イエイ、あたしです。今日は、はい、なんと前にはさいちゃん、しのがさいちゃんのことどれだけ知ってるかで、今回はさいちゃんがしののことどれくらい知ってるかをやりたいと思います。イエーイ。まあね、姉としてしのの成長をもう6年間ずっと見てきたわけですから、まあ余裕にパッパパッパ全部答えちゃいますよ。お願いしますよ。まあ自信満々です。それではマンモさんお願いします。お願いします。はい、ではいきます。はい、さあ、さゆちゃんの時も聞いたんですが、しのちゃんの好きな、一番好きな食べ物は何でしょう。うん、まあしのだったらあれでしょうっていうのがあるある。うん、シノは本当に好き好きって言ってるから、こういう感じかもな。こういう感じ？どういう感じ？あ、でもサイが思うシノの好きな食べ物はやっぱこれです。はい、かけた？かけた。行くよ。せーの、じゃん！いちご！イエーイ！いちご！ねえ。違う、ママだ。違う、ママのこの足が鳴ったの。今移動した時にタイミングよくブって言ったけど、ママの足がこう触れて床にブブって言ったの。わかった、ママじゃないし。違う、本当に違います。ママさん、オレンジかと思ったんだけど。あー、でもなんかしのがさ、しのの好きな食べ物いちごっつってたじゃん。でさっき勉強してた時も、あ、見て、しのの一番好きないちごだって言ってたの。だから、あ、絶対これだって思ったの。すごい、絶対ほら分かってるじゃん。すごい。じゃあ次いきます。はい、はい、もうしのの一番怖いものは何でしょう。怖いもの、怖いもの、何、怖いと思うの。なんか悩むな。2つある。まあ死ぬならこれかなっていう。 OK です。せーの、じゃじゃん、ジェットコースター。あ、ジェットコースター。さ、お化けとか幽霊だと思ってた。それでちょっと見せてください。ジェットコースター。ジェットコースター。ジェットコースター、うん、これなんて書いてある。ビトコスターとか。ゼットね。なんかシノってあのトイレ怖いからついてきてって言うんですよ。で、あとなんか暗いところとか怖いじゃん。だから最初は暗闇って書こうとしたんだけど、シノ、ジェットコースター絶対に怖いんだよ。はい、じゃあ残念でした。いやー、なんかこれは悔しいな。普通にジェットコースターか考えもなかったの。では次いきます。はい、シノの好きな遊びは何でしょう。さあ、姉ならわかるよね。妹のシノちゃん、シノが好きな遊び1個、2個、もう書いてるの。あ、間違えた。早くない？だって自分の好きなものだから。あ、そっか。まあ、これかな。ねえ、もう車ごっこだよ。違う、シノがずっと楽しい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 、これが一番楽しいって言ったじゃん。あの、それでも、ちょっとこの前リカちゃんで遊んだばっかりじゃん、うん、あ、リカちゃん楽しいわとか言ってたから、あ、やっぱリカちゃんかなって思ってずっと一緒にいるリカちゃんにしたんだけど。はい、じゃあ残念でした。では次の質問いきます。はい、じゃあ次は簡単なのかな、単純っていうのかな。はい、シノの好きな色は何色でしょう。さあ、基本ですよ。はい、見えないようにね。え、もうこれ辛い問題だよ。まあね、さ、シノちゃんって好きな色結構コロコロ変わるけど。そうなの、これでも最近は、最近はこれなんだよね。3色で迷ってる。シノがよく口にするもんだ。わかんない、やばい、わかんない。せーの、待って、せーの、はい、黒。おー、きれい。上手。え、何が、え、この
ああこれ、いやでもサイが迷ったのは白と黒と茶色。白って最近あの大人っぽい色が好きっていうのを、そう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 、この前シノの指に、週間前くらいにシノの指にネイルした時は白だったんですよ。最近ねシノね大人っぽい色が好きだから白塗ってって言ったの。だから最初白にしようかなって思ったんだけど、今度はまた1週間前くらいに車を降りる時に、ねえねえ左右茶色って大人っぽい色じゃないって言って、シノ最近茶色好きなんだって言って、そうなんだ。でよくそういう会話覚えてるね。そうで、なんかまた1週間前くらいに黒も可愛いと思うのとか言って、大人っぽくない黒の服とか超イケてるじゃんって言ったから、へー、だから今日黒なの。あ、そういうことか。そういうことか。で黒にしたんだよね。おーやったー。はい、では次行きまーす。はーい。今一番シノの行きたい場所はどこでしょう。シノもなんか悩んじゃうな。え、悩んじゃうの。なんかボソって言ってる時とかなかった？ないよ。あれ聞いたことないぞ。さあ、今シノちゃんが一番行きたいとこはどこだと思いますか？はい、せーの、幼稚園。幼稚園、うん、ああそれディズニーランドかと思った。そっか、幼稚園行きたいんだ。そっか、そうだよね、久しぶりの幼稚園行きたい、ね、だからさ、シノがさ、あれ難しいかもって言ったの。そっか、ちょっと絵も見せて。これがあれ、うん、幼稚園で、これが先生と、うん、これがシノと、これが窓。窓、ああ窓なんだ、いいね。ディズニーランド。ディズニー。うまいね、やっぱ。これ、めちゃめちゃ適当に書いて。はい、じゃあ、今回はハズレということで。はい。ジャッキしてください。はーい。あと何問くらい？じゃあ、次、最後にしようかな。じゃあ、最後の質問いきます。はい。シノの将来の夢は何でしょうか？なんか、シノも悩んでるじゃん。大きくなったら、シノは何になりたいって言ってた？あ、覚えてるでしょうか？オッケー、オッケー、ちょっと待って、ね、見えちゃう。あ、めっちゃ怒ってでは、どうぞ。せーの、女子ユーチューバー。女子ユーチューバー。女子になってる。何それ、何それ。保育士。女子の、待って、女子の、女子のユーチューバー。女子のユーユーユーチューバーだね。女子ユーチューバーっていうのは、あのあれだよ、美容系、美容系女子、美容系 YouTuber になりたいの。ジェニーみちゃん、ジェニーちゃんみたいな可愛い YouTuber。 あ、そうなんだ。あとどういう YouTuber さんになりたいの。メイク系やりたいの。こうやってやるの。これはメイクの何番ですって。しのちゃん YouTuber になりたいんだ。じゃあ2人であれじゃん、 YouTuber になりたいんだ。それぞれ将来チャンネル持ってるかもしれないね、個人の。うん、しの YouTube、 しのチャンネル、しのチャンネルかもしれないね。さゆチャンネル、ハッピーチャンネルで、2人が出るときがハッピーバニーチャンネルに出たりするの。あー、ちょっとそれもなんか競いそうじゃない、シノチャンネルとさゆチャンネルで上かみたいな。そう、チャンネル登録どっちだみたいな。抜かされたら焦りそう。すごいね、将来どんな風になるかちょっと楽しみですね。もう終わり、終わり。はい、というわけで今日はさゆがシノのことをどれだけ知っているかをやってみました。シノどうだった？シノは本当にサイちゃんがシノのこと分かってくれるか心配してた。心配してた。大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かなって。でもあんまり4問だったよ。いやでも4問だけど、でもそれを言うならさ、シノだってさ、それのことさ、あんまり分かってなかったじゃん。これは遊んでくれたりね、したからだよ。そういうことなの。怒るのが怖いサイちゃんでした。怒るの怖い怖いよ、怖い。いやでも楽しかったね。楽しかったよね。それではまた見てね、バイバイ。バイバイ。インスタ、ツイッター、フォローお願いします。それではまた見てね、バイバイ。バイバイ。よし、お絵描きしよ。絵描くの。うん、絵描こうよ。じゃあなんかお題決めて描こうよ。うん。